森本は小学生の頃髪型がコンプレックスだったが、野球で活躍すれば誰も何も言えないと夢中になった。森本は入団当時、コーチの指導を聞かない頑固者だったが、新庄の移籍を機に成績が向上し一軍に定着した。新庄のパフォーマンスの影響を受け、ピッコロのコスプレでファンを喜ばせた。新庄引退後は背番号1を引き継ぎ、打率3割を打ってチームをリーグ優勝へ導いた。だが翌年にデッドボールで離脱すると、慢心して練習せずに成績を落としていった。その後も成績を残せずチームを転々とし、2015年に引退を決意した。引退試合は8回から守備につき、最終回は7番目のバッターだったが、チームメートが必死につないでくれて森本まで打順が回った。最後はサードゴロとなってしまったが、必死につないだチームのプレーにファンは感動した。